はいどうも、オタクアーティストのボクンです。本日もイラストメイキング実況解説動画の方をお送りしていきたいと思います。ですね、まずね、今回ね、最初の方ね、ちょっと収録するの忘れちゃったんで、途中からになってしまうんですが、途中からね、お送りしていきたいと思います。申し訳ないです。さあ、今回、こちらのイラストはですね、まずはこちらをご覧ください。これですね、僕が以前、生放送もしてた、エアコミケ本ですね。エアコミケ本で、そのサイン会の様子とかを生配信してたんですけど、その時にね、いろんなね、付加価値をつけてたんですよ。本に直接サインをしてて、その後ろにね、チケットとかを、もう自分のね、直筆で書いてて、そこでね、見事、ボックンにイラストのリクエストできる券を、獲得した、方、からのリクエストで今回のイラストを描かせていただきました。今回はですね、ポケットモンスターブラックホワイトの、主人公の、トーコちゃんですね、のギャルバージョンをお願いしますとの、リクエストをいただいたので、今こちら描いております。じゃあそれではね、実況解説の方していきましょうか。ですね、もう線画はあれですね、ほぼほぼできてたので今回も髪の毛は、塗りで描いてます。最近の僕の中のトレンドですね。塗りに関しては、塗りじゃない。髪の毛に関しては塗りで描いた方がシルエットがまず捉えやすいと。あと、まあ、ボリューム感とかも捉えやすいと。あとはね、髪の毛の流れ、動きとかもね、塗りで描いた方がなんか躍動感が出しやすいのでね、最近は塗りで描いております。最長ね、今回ギャルバージョンということで、こんな感じでね、モンスターボールのピアスを、描いたりね、自分なりにギャルアレンジをしております。ポケモンの要素をね、入れつつギャルアレンジしております。やっぱね、こういうなんか、アレンジ系のイラストっていうのは、こういう小物で、なんか個性が出ると思うので、こういう小物とかはね、積極的に取り入れるようにしております。これね、今回、塗りで描いてるの多いですね。こんな感じで、カーディガン。腰に巻いてるカーディガンも、これはね、なんか塗りで描いた方が良さそうだなということで、線画はせずに、上から、一旦ね、スカートとかは自力でこう描いて、その上から塗りで、カーディガンとかは描いてます。こうすることでもう実際にスカートを描いてるじゃないですか。その上になんか本当に実際に着てるように上からこう描いてるので、なんかリアリティとかボリューム感に狂いがないかもね、この描き方すると。そういう意味でなんだろう、この線で描く描き方と塗りで描く描き方のハイブリッドの、このなんかね、どっちもやるやり方はなんかいいかもしれない。線で描けるとこは線で描いて、あと塗りで描いた方が都合がいいとこは塗りで描くっていうね。まあ、どっちかにしなくちゃいけないってことはないので、それぞれのね、メリットを活かすやり方、ぜひおすすめです。皆さんもぜひぜひ真似してみてください。さあ、ですね。線画が、これでもほぼほぼできましたね。ここからは塗りに入っていきます。でね、今回の髪の毛は、これをレイヤー2枚に分けてるかな。前髪の部分と、あとは後ろのね、髪の毛ゆってる部分は、レイヤーを分けてね、描いております。どういうところで分けるかっていうと、まあ、基本的には手前ですね。手前と、あとは奥になる、重なってる部分ですかね。レイヤーを分けます。そちらの方が、まあ、影をつけたり、グラデーションつけたりするときに、都合がいいので、レイヤーを分けております。これね、ちょっとね、トーコちゃんもうちょっとね、ポニーテールの位置が、高かったのでね、言ってる位置が高かったので、ここでちょっと、自由変形とかして、サイズ感調整しております。なんか塗りの位とかね、こういうなんか修正もすごい楽なんですよね。ボリューム感、またさらに追加したい時とか、あとはこういう今さ、こう追加でなんかさ、髪の毛の筋を書き加えてるじゃないですか。こういうのもね、もうなんかね、直感的に書けるので、それがいいね。直感的に書けるのってね、すごく楽。楽だし、違和感が少ないから、すごくね、最近好きな書き方です。ぜひ皆さんも真似してみてください。
この放送ではね、いつも言ってますけど、ぜひね、いいなと思ったところは真似しちゃってください。真似してくださるとね、すごく嬉しいのでね。ぜひぜひ、皆さんの、創作活動に取り入れてみてください。さあ、これ一旦ね、作業しやすいように、後ろの奥の方の髪の毛を、レイヤーの表示色を青色系に変更して、描いております。たまにね、レイヤー分けてても同じような色だとさ、レイヤー間違っちゃうことあるんだよね。なのでね、こういう風に視認性で差別化してね、作業しやすくするのはね、一つおすすめです。結構ね、やっちゃうんですよ。これも、まあ、絵描きあるあるだけどね。よく下書きレイヤーとペン入れレイヤー間違って描いちゃうとかね、よくあるんで。やっぱね、作業ミスをなくす工夫っていうのはね、結構大事かも。さあ、これね、髪の毛非表示にするとこんな感じです。線画で描いてるとこはこんな感じで。髪の毛以外はね、線で描いております。さあ、このトーコちゃんね、結構ね、割となんかかっこいい系のイメージがあるので、今回のね、このギャルスタイルで、このなんか自信たっぷりの表情、すごくね、キャラクターにマッチしてるんじゃないかなって思います。さあ、これ今、瞳に、大胆にね、色を追加してみましたね、これ。大胆に追加して、ちょっとだけ上の方は、エアブラシでね、の透明色で、薄く、馴染ませております。さあ、こんな感じでね、瞳のなんかね、照り返しっていうのかな、なんか映り込みみたいなのが表現できるんですよね。これもね、おすすめです。一旦ベタ塗りでバッて塗ってから、エアブラシの、透明色で削るってやり方。こうするとね、結構自然に瞳の映り込みが描くことができます。さあ、ここで一旦なんか、ペンタブレットの設定がおかしくなったので、ちょっとね、設定見直したのかな、これ。ごくまれにこういうことがあります。さあ、これ今小物追加してますね。なんかね、こう、バッグをね、手に持たせたいなと思って、塗りで上から追加しました。もうこれは線画とか全然描いてません。もう塗りで。塗りで直接描いてますね。これどちらかというとあれだね、厚塗り的な描き方ですね。僕基本的には線で描く方が得意なんですけど、こういう小物とかは割と最近はね、こういう厚塗り系っていうのかな、塗りで描くことが多いですね。特にこういうバッグとかはね、わざわざね、線で描かなくてもね、逆にね、線で描いちゃうと、なんかね、パースのズレとか、ボリューム感のなんかズレみたいなのがね、起きちゃうとね、そこ逆に気になっちゃうからね。なんか塗りでちょっとね、ぼやって描くのはね、逆にありだと思う。やっぱこのイラストのメインはキャラクターなので、そっちに、視線とかが行くようにね、しっかり描き込んで、その他のね、こういうカーディガンとか、こういうバッグとか、割とね、まあどうでもいいっていうと語弊があるかもしれないですけど、そこまで重要じゃないパーツとかは、ちょっと、あえて手を抜くみたいな描き方はありだと思う。これはね、全然なんだろう。プロも普通に仕事でよくやるやり方だと思います。やっぱり視線誘導したいところに、しっかりと、重きを置いて、そうでないとこはあえて抜きを作るって感じかな。なのでね、ぜひぜひ、おすすめです。単純にね、作業効率も上がるしね、あまり書き込まない分ね、作業効率も上がると思うので、ぜひ皆さんも取り入れてみてください。さあ、これ、今、影入りましたね。あ、で、そう、今回ね、ちょっとね、筆系っていうのかな、水彩っていうか、なんか、ぼかしの効く筆で、ちょっと塗ってるんですよ。いつもは結構ベタ塗り系のね、なんかね、マジックペンみたいなので塗ったりするんですけど、ちょっとね、なんか筆で塗るやつ挑戦してみたくて、今回はね、そのなんかぼかしがよく効く筆を使っております。マーカーブラシっ
ってやつかな、柔肌ブラシとかマーカーブラシってやつ使ってるかも今回。こちらはね、エクリップスタジオの素材のダウンロードできる方あるじゃないですか。あちらでダウンロードしたダウンロード素材ですね、これ。ヤバ肌ブラシってやつとマーカーブラシってやつ新しくダウンロードして、ちょっと今回使ってみました。で、使ってみた感想は、ブラシ自体はすごく使いやすいと思います。ただね、僕の絵柄的な問題で、僕ね、やっぱベタ塗り好きだなって思った。今回ね、厚塗りっぽく、そのなんかね、こういうさ、結構流行りの水彩っぽい塗りあるじゃないですか。その、ぼかしを活かす塗り。やってみたんだけどね、僕ね、難しいと思った。僕やっぱり、なんかね、ベタ塗りみたいな、バシッと境界線が決まってる方がね、個人的にはね、作業しやすかったな。なのでね、まあ、次絵描くときは、多分また普通のアニメ塗りに戻ると思います。でもね、面白かったです。なんかね、やっぱり、ぼかしが効くとね、柔らかく描けるメリットありますよね。なんかこう、なだらかに描けるっていうか、柔らかく見える、描き方ができるので、どうしてもね、やっぱベタ塗り、アニメ塗りみたいなやつは、パキッとしてるからね。場合によっては硬く見えがちなんですがね。こういう、なんか、ぼかしが効いたブラシはね、柔らかさが、出しやすいのでね、面白いと思いました。さあ、そんなこんなで、だいたい影付け終わって、これ一旦ね、イラスト全体に、上3レイヤーで、影を乗せて、ちょっとライティングの調整をしました。最近ね、結構ライティングの調整とかも、挑戦してまして、昨日上げたイラストもやってたかな。ちょっと全体的に影をつけて、一部分削って、なんだろう、光の当たってる感が強くなるっていうか、なんだろうな、その影を追加することで、その光が当たってるのを表現するみたいな、そういうちょっとね、ライティングの勉強もしていきたいなと思って、ちょっと挑戦してみました。で、これもやってみた感じはね、やっぱ難しいね。イラスト全体がね、ちょっと暗くなりがちなので、それを加味した、色調調整をしなくちゃいけないので、そこがちょっと難しいと思いました。ただね、やっぱイラストに存在感がやっぱすごくグッと出るので、これね、極めて使いこなせたら、すごくいい絵は描けるなって、ちょっと直感的に思いましたね。ライティングね、難しいけどね、なんか、できるようになったら多分すごい面白いと思います。僕もちょっとこれから頑張っていきたいと思います。さあ、あとは細かいところの調整ですかね。ネクタイになんかキラキラの星を追加したりとか、髪の毛ね。髪の毛になんかね、ちょっとね、色のね、なんか散らすスプレーみたいなのをちょっと散らしてみたりとか、ギャルのイラストなんでね、とにかくキラキラ感を出したいなということで、最後はね、キラキラの加工をしております。これもなんかね、ちょっと最後ね、背景のデザインをなんとかしたいなと思って、いろいろ試行錯誤した結果ですね。いろいろ試してみた結果、最後、お花をかけ、これね、完全にブラシなんですけどね。お花を最後ね、画面全体に散らしてみました。ちょっとね、下の方だけグラデーション追加して、なんかね、緑の葉っぱとかも最初書いてたんですけど、やっぱお花だけでいいかなと思って、お花だけに、仕上げて、こんな感じで、完成と。いうことで、本日のイラストは、こちらです。ポケットモンスターブラックホワイトの主人公のトウコちゃんのギャルバージョンのイラストを描かせていただきました。リクエストしてくださった方、どうもありがとうございました。こんな感じです。ではでは、それではね、最後に、あ、これね、そうだ、白背景バージョンも用意したんです。一応、おまけで載せておきました。じゃあ、それではね、最後に、1分だけご紹介させてください。
こちらですね。ぼっくんの、ピクシブファンボックスの豪華特典ということで、実はぼっくんはで、ね、普段、ピクシブファンボックスというところで活動しております。豪華特典2つあるんですけど、1つ目、イラストリクエストです。今回のね、動画では、たまたまそのね、エアコミケ本の、チケット当選された方の、リクエストでしたが、ぼっくんのファンボックス会員になると、まず、特典としてイラストリクエスト券がついてきますので、ぜひぜひイラスト描いてほしいって方はファンボックス覗いてみてください。それともう一つね、今最近ね、大人気なのがこちらです。イラストの添削を、受け付けております。もうね、画面見てもらえるとわかるんですけど、本当に多くの方がね、イラスト添削のお願いをしてくださってね、皆さん本当にね、めちゃくちゃ勉強になりましたって言ってくれて、僕もね、それが嬉しくて今めちゃくちゃ頑張ってます。あとはその他ね、線画、イラストの、ね、線画も配布してますし、あとはコアファン向けプランですね。必ず書き下ろし色紙がもらえるコアファン向けプランも用意しております。僕のファンボックスは、500円で1回だけ、1月だけのね、お試し入会も可能ですので、よかったら概要欄にリンクが載っておりますので、そちらからぜひ、僕のファンボックス覗いてみてください。それでは本日も最後まで動画ご視聴くださりありがとうございました。動画が面白いと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あなたのその、一つの行動がとても励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。オタクアーティストのぼっくんでした。バイバーイ。